こんにちは、ケイドアです。今日はひらめきの遊戯場夕立の庭園の限定ミッション完全無課金パーティーでやっていこうと思います。第4ステージはバランス型4体でクリアせよというミッションなので、つくよみゼロを採用しております。つくよみゼロは妖精キラー M 持ってるんで、この後出てくる天使もワンパン可能になります。天使ワンパンできないとこのステージの突破厳しいので、つくよみゼロを採用してください。で、この後ボスを先に殴ってあげないと敵が全部投下しちゃうんで、必ずボス殴ってから天使を倒していてください。で、天使は1体につき1体蘇生してくるんで、このステージだったら3体以上かな、倒してください。で、蘇生のところはランダムですね。はい、こうなるとボスが倒せます。基本的にはこの流れですね。まず最初に価値を倒して、価値倒さなくても天使は出てくるんですけども、価値を倒してから道を開けて、その後ボスを殴ってから天使を倒していくという流れでございます。前回やった方はね、多分覚えてると思うんですけども、まあ角度強めにいくって感じですね。5体いるところだったら、3体以上倒すという感じでいきましょう。4体倒せば上出来ですね。まあ、結構この蘇生の場所がランダムなんで、まあ、ちょっと運悪い時は全然なんか倒せない時もあるんですけども、まあそこはしょうがないかなと思います。で、ボス戦がね結構大変なんですけども、敵がねめちゃくちゃ多いです。天使が確か6体出てくるんですよね。はい、まずは勝ち取りからですね。あ、このステージで全部ゲージ外して大丈夫なんで、今回ゲージを外してやってます。1、2、3、4、5、6、6体いるんで、4体以上倒さないといけないんですけども、ボスが投下しないんで、めちゃくちゃ倒しにくいんですよね、これ、天使。今回はちょっと運よく4体倒せました。で、ちょっとずつ減らしてあげれば倒しやすくなるんで、次も、まあ3体以上目標に行きます。まあ、つくめゼロガイドありがたいですね。3体倒せましたね。で、残り2体になったんで、もう簡単かな。ちょっと倒しにくいところに出ちゃったんですけど、ボス売れてから天使を殴って、クロスオークのボムは1個で十分です。はい、こんな感じで倒せます。まあ前回とやること一緒なんで、多分簡単だったと思います。次、第5ステージですね。こっちがね本番かなと思います。反射タイプ2体出てクリアせよっていうところなんで、今回貫通反射貫通反射でやっております。まず初手で右から入って左に抜けて、山竹ゼロを左に配置します。このステージは弱点触ると弱点移動して、その後キャノンベースで倒していくっていう形なんで、完全になんか手順ゲーなんですけども、少しでも手順を見すると一気にターン数足りなくなるんで、ご注意ください。慎重に弾いてください。で、このステージで下判定上判定もらってあげると、山竹ゼロを右上に配置することができます。次のステージの配置ですね。で、右側の弱点移動させたので、ここで右側を倒します。次の HP の山竹ゼロも最初配置してあるので、ここで弱点を触れて弱点移動させます。まあ基本的にはこの流れなんですけども、反射が入ってきたことによってちょっとね、だいぶ殴りにくくなったというか、ミスが許されなくなった感じですね。まあ、前回から結構大変だったクエストなんですけども、より難しくなりました。まあ、ガチャ券入れるんだったらノアとかでもいいんですけども、まあ、今回完全無課金パーティーやってるんで、こんな感じでやってます。で、 3P 配置してあるんで、ここで弱点多くですね、これで必ず右に帰ってきます。スピードアップあったんですけども、なくても右に帰ってきます。これも配置ですね。で、次の 4P で全て倒します。ここまでうまくいかなかったら多分ターン数が足りなくなるんで、ターンリミット7以上で6とかでいっちゃうと結構しんどくなると思います。はい、ここでまず弱点移動ですね、やっていきます。できればボスの弱点触れたかったんですけどね。投下します。はい、で、次は左側の弱点を全て叩いて、左側の侍ザクを処理していきます。さっきボスの弱点殴っていれば右にずれたんで、次ボスの投下解けた時に一旦無駄にならないんですよね。はい、ここでこんな感じで処理するんですけども、処理じゃなくて弱点移動させるんですけども、
3P この位置にいることが結構重要で、ここで倒すんですけども、うまくいけばこういう風に中に押し出すことができます。で、今回うまくいかなかったとしても、まあ、1P でボスの弱点殴って、 2P で 3P の頭触れて、 3P をこの右のキャノンベースの弱点位置に配置することができるんですよね。なんでこれを利用してあげるとラストワンパンできます。逆にこれしないとマジでターン数足りないんですよ。ご覧の通りマジで残り1ターンなんでターン数がないんですよね。多分完全無課金でやる場合だったらこういう風に配置しないと厳しいかなという風に思いました。こんな感じですね。なんで 3P の配置が非常に重要でして、特にバトル2の時ですね。で、上に、右上に配置したんですけども、そこから、次のステージで横換して右にまた配置して、次のステージ縦換して配置っていう感じなんで、3P の動きに一番注意して弾いてください。結構完全無課金難しかったんですけども、まあ、ガチ場でも普通に難しいので、今回ガチパンも載せておきます。よかったら最後まで見ていってください。今回はここで一応終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それではバイバイ。ガチパの方ですね、やっていきます。まず右から入って、左に抜けて、左に配置します。ランスロットは、一応 SS で貫通変化できるんで、まあそこのところ結構いいかなと思って採用しております。であとはルリですね、ルリ。こいつが獣キラー M 持ってるんで、ボスに対してとんでもない火力を出してくれます。で、次ルリで上に配置するんですけども、こいつの場合確かね、弱点の、上判定だけ拾えばこんな風に右上に配置できます。で、次はまあ変わらず一緒のことやりますね。で、ノアが弱点触って、まあ本当変わらないんですけど、やってるとこは。まあこのリカバーが効きやすくなったパーティーといいますかね。ランスロット入ってるんで、まあ、そういう風に捉えてもらったらいいかなと思います。はい、キャラをちょっと下に下げましたね。で、次ルリ配置取ってあるんで、さっきのノアじゃなくてヤマタケゼロと一緒の動きですね。スピードアップないんですけども、しっかり右に帰ってこれます。はい、こんな感じで配置して、次 4P で抜けます。まあここまで本当さっきとは何ら変わりないんですけども、まあそのルリがいることによってボス火力も結構取れますし、そう、固定打ちが苦手な方とかね、リカバーちょっとミスした時のリカバーが難しいって方はこっちを是非やってみてください。もちろんキャラある方限定なんですけども、はい、ここで弱点を触りたかったので、こんな風に打って弱点を右に移動させました。次、ランスロット X で弱点触れて、右側の弱点も全部左に持ってきます。で、ここで次のルリで、全て弱点拾いたかったんですけども、ちょっとね、難しかったですね、ここ。角度誤りました。うん。もうちょい下だったかな。そうですね、今のところで全部拾えてたらボスの防が解けるんで、結構 4P でね、もしかしたら倒せてたかもしれないんですけども、まあワンチャンそれが狙えるっていうことで、結構ランスロット X じゃなくてランスロットはいいかなっていうふうに思っております。ノアの SS は即必殺ついてるんで溜まったんですけども、弱点真ん中じゃないと多分取らないと思うし、多分そこまでダメージ取らないと思うので、今回は打ちませんでした。ここで弱点をたくさん拾いたいんですけども、ちょっと難しいんですよね、やっぱりブロック判定なんでね。で、入ったとしてもこんな風にすぐ抜けたりするんで、まあ、あまり火力が与えられないこともあります。で、次のルリですね。ルリが獣キラー M 持ってるんで、これが本音はないです。
なんで、ノア積むのもいいんですけども、ルリ入れてあげるのも全然いいかなというふうに思いました。よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。